はい、お疲れ様です。お疲れ様です。暑いわ。暑いです。あのちょっとね、先にこっちの動画を見てほしいんですけど、はい、この間ね、先日あのショーとちょっと話して、はい、まあ、結構ドバでまたね、イケメンカンちゃんと、はい、マッチョ辻リージチ君がちょうどこの間あの爆速とかあのケンちゃん、トシ君がおらん時に、はい、トラックで携帯いじっとるとか、はい、まあ、リージは行って詰め所だな。そうです。あいつなんかだってドバの積み込みやったことねえらしいんだよまあまあそれだけやっとらいんだよな、結果らしいや、はい、そういう中で、はい、まあ、今日先にカンナが買ってくるの、帰ってくるみたいです。噂によるとな、はい、で今日早速ちょっと仕掛けたろうかということで、はい、これでもうこれどうやってやるかというと、はい、iPad とか全部もう電話でつないで、はい、あの Zoom みたいなテレビ電話でつないで、はい、各社名の3台ぐらいで、はい、うん、携帯ね、全員の携帯で、はい、お前の携帯と、はい、俺の携帯で iPad かなんかに Zoom つないで、はい、3台ぐらい一応設置して、ちょっとうまく撮れるかどうかちょっと分かんないんだけど、はい、まあ、とりあえず2台ないし3台設置しかけて、はい、あいつが帰ってきた時に、はい、積み込むか、はい、どうか見てみましょうか。踏み上がらせるぞはい、長いし震えがせるのが足の仕事じゃい。まあちょっとでもちょっとあれだな、こういうことになって言うたらちょっと口挟んで、はい、まあな、また管理監督しかなかったな、この状態だとな。そうですね。あ、まあちょっとやってみようか。はい、じゃあリュウス君がかかってきました。いや出てる、出てますけど。もしもし、そうです。はい、ないじゃねえよ。いや、お前そんな、いや、そんな言い方じゃないですか。ふざけんな、急すぎんだよ、お前。腕組めて。はい、急すぎんだ、その日に YouTube 撮りますからって言うわけねえだろ。いや、あのちょうど坂本さんもいたんだよ、その時。いや、そ急すぎ、みんな予定があるで。だその時もカンタおらんかっただろ。カンタのショーもいねえでしょ。いや、ショーくんいねえって、帰っとるで。あいつ材料を返しに行ってもらう、帰っとるだろ。あ、そうなんですか。いや、なんか、リュウジ君に任せるみたいな感じで。なんだって任せるって。わかんないです。そんな話聞いてねえの。いや、そうやって伝えようと思ったんですけど、あの、電話何回も切られちゃって、ワンコールで。切られちゃってじゃねえ。それでなんか、YouTube やる気ないのかなと思って、最近。殴られると思う。殴られると思う。押し殺すと。やめてください。いつからお前に勝手に君でやったんだ、俺らの気持ちを。はい。俺らの気持ちにもなってもらえるか、現場で電話しいっぱい作って。はい。え？すいません。お前 YouTube だけだろ、一本だろ。いや、ちょっと最近は大変です。いや、お前より俺の方が大変だよ。ずいぶん言っとんだよ。すいません。ぶち殺すぞ、お前。やめてください、殺すの。は？殺さないでください。どこで引きずり回したのか。いや、協力的じゃないってのはあれですね。あの、筋肉番付。社長になって先に話したら、お前、あれで。YouTube 全然積極的じゃねえんだろ。お前もう、YouTube の経費、給料から引いたらってな。え、どういうことですか、あいつ。はい。ああ、ちょっとすいません、ちょっとすいません。あの社長から電話で、ちょっとすいません。社長から電話かかってきて。ふざけんな、お前そういう時だけ切るのか。いや、そう。了解、とりあえず、わかって。はい。切れた。切れました。で、いいところに電話してきたな、あいつ。最高の電話だったね。最高ですね。あ、ぶち殺すぞ。だいぶ切れたな。いい感じだな。もうマジ怖かったっす。あ？マジ怖かったっす。手振るんだよ。まあまあちょっと知らないのないですよ。楽しみだな今日。ちょっと僕怖くなってきました。だって見て面白いって。あいつはさ、冗談って分かっとるもん、あいつは。いや俺さっき本当に今電話したんですよ、視聴者の皆さん。はい。なんか書類がどの頃で、俺事務所にドバにおるよって言ったもんで。はい。なんか請求書かなんか写真だけ送ってほしいって言って。はい。それでお前どの頃だろうって言って。速攻前に足が かかってきました口止めしような。とにかく今までのやつはいいで、もう次回から言うなよみたいな感じ感じです。口止めだな、これな、はい、恐ろしいなあいつ。ほんと、まあ楽しみだわ今日。はい、カップ選ば30歳のガキどもに。ちょっとどうしましょう。俺もマジ怖くなってきました、YouTube 騙し見せろよ。そうですよ。そんなもんにビビんな、 YouTube やめろや。ボスは社長です。次回道場のお前 YouTube やめろや。すいません。もうあれです、ね。まあだけど、まあ話は今日はまあメインはあれだよな。カメラの仕込みだな。そうです。だって YouTube のどのコーナーの件はまたちょっと やりますよ、別にね。はい。何って言ったら、あのやっぱな、次回道場やりたいって言ったもんね。金は全部持っていいよって言って、はい。制作費全部こっちでやっとんだよな。はい。で、お前がわざわざこっち来て撮影手伝っとんだよな。そうです。そのコストもすごいのに、はい、中途販売なんか1週間に1本しかあげるかあげんかみたいな、月に4本5本だったら、
やめろやって話をしたんだよな、はい、まあ、それ全員ではな、やるって言ったらきっちりやっぱ編集は全部こっちでやってくれるんだもん、はい、お前どんな会社でおるよ、俺1万チャンネル撮るまでどれだけのエネルギーと金使っとると思う、はい、そんな編集でも外部の人もおるわけだ、はい、行って5、6人は動くわけだろ上司、はい、でその編集スタッフがそのいい人に揃ったこのまでの苦労をあいつら知らんねん、はい、でなんか物言ったろ今、そうですね、お前らなんかどの子が楽だろうって言ってね、YouTube 版やってみろって言って、そうですね、電話して断られまくられる、ちょっとこの心のズタボロさを味わってほしいです。まあそうだよな、まあまあもちろん現場大変だけどね、はい、それは本当にだけどまあね、いやな、あいつら自分たちの YouTube なんだよな、はい、自分たちがやるって自分の金入ってるんだもんね、はい、ごちゃごちゃ言ってもらね、まあ、とにかく芝居たらでいいやつしちゃうやつは、はい、楽しみにしていきましょう。これだろ、このちっこいやつだろ、これ動かしてるだけだよ、ただ線とか入れる、普通にやってるやったんすね、めっちゃ疲れた。すごいな、これでもな、これ、やばい、実にわからんな、歩いてますね、え、おい、ほんとにあいつしまったな、急に来たもんな、あいつな、ビビりましたね、ちょっとバレとるな、ちょっとバレとんのか、普通にいつもやっとんのか。たまたまだ楽しいな、ほんと電話とかでな、そうです、めっちゃ足をなんか風でね、頑張って風でます、それかもうなんか感じっとるか。だって視聴者の皆さんカメラ回ってなかったんだけど、いきなり帰ってきたんだよな、そうそう、リーチとバカな会話しとったらほんとめっちゃ足ごかついてるやん、大変だろうこれ視聴者の皆さん、これ早いでいいけど5時6時からやったんやぞ、芝居やりたいってみんな言うけど、まあ、4時13分ちょいよな、カウンターどこに映らんな、あ、もう、あ、来たトラック待った、動くんちゃうか、でもどんちゃん気づいたそうっすね、なんかお前がいないとこ設置するもんで、ね、お前全然見えんがよ、うわぁ、うわ、すいません、うわちょ、あ、ここか、これ最終回、あ、まあ、これはいいかな、こういうのはいいや、こうやってな、はい、うわ、寝て流れは分かったの、はい、今回席を食らわしといて一回席を食らわしといて、はい、お前また次回の様子見るか、視聴者の皆さん、はい、申し訳ないね、カメラの設置がちょっと悪かったな、でもテレビ電話で繋ぐっていう初の試みなんだよな、そうですね、そしたらもうオンラインってどこまででもトークで今まで Wi-Fi があるところでしか隠しカメラ設置できなかったけど、はい、それかもう録画だもんね、はい、後で見るっていうのはできるけど、今回のやつはオンラインで常時見れるっていう、そうですね、常時見れる大作戦やったけど、本当にちょっと申し訳ないね、次回また仕掛けだろうと思いますよ、これで携帯設定が面白いです、これで、いや、これちょうどトラック見えない、もう最悪あるよそれ、最悪あるよ、最後の最後だねちょうどお前後ろしか映ってないでしょ、はい、もう着きますよ、あ、携帯映った、携帯映ってましたね、携帯映った、携帯映った、今気づいた、携帯確実に気づいたな、ね、あ、ちょうど俺のクラブ映ってたよきれい、ではきれい、ちょっと待って、お前らしいな、また釣り込みでトラック乗ってお前サボっとったらしいな、いつっすか、いや結構1週間1週間ぐらい前垂れ込み通してる垂れ込みこいつシャオ隠しカメラ3台ぐらいですよ、あった3台ぐらい仕掛けとる、そういうことっすか、やっとったね、でもね今日でちょっと俺らがおったらちょっと警戒してたら、はい、あれなんかあったかなと思ったの、いや本当やってます僕ちょっと待ってください、いや結構ちゃんとやっとったな、やってますよ、階段とか結構持ち上げてやってたな、うん、やってました、何やお前のタレコミ情報が悪いぞ、すいません、お前のタレコミのネットワークどうやっとんだ、いつの話だって、絶対僕やってますよ、いやたまたまなんかショーとかなんか出張行ってる時に前とリージをちょっとサポートたんです、先週ですか、誰かもちょっと、いやあちょっとそれ出張行ってただろ、いあ絶対違うと、僕違いますケンちゃんと、はい、トシ君とショーも出張だろ、
そうっす。お前ってやばいかもしれない。こいつ。お前やばいぞ、お前。お前やばいぞ、お前嘘だった。全国放送だぞ、これ。じゃあ、何はっきりしろ。ジュースくっす。そろそろ、手のひらからグーに当たるよ。お前、もうそろそろ牛丼さ。お前、嘘、誰もいい。ジュースくっす。絶対違うでしょ。いつの話だって。リュウジ君が、まず、リュウジない、え、リュウジない、いや、リュウジ君が言ってた、カンタ呼んでこいって言われて、僕、うん、リュウジ君に、あ、おった、それ覚えてるので、カンタ君どこにいますって言ったら、うん、あいつなら携帯、トラック携帯で取るよって言って、うん、パーって見に行ったら携帯トラックしてた。お前いじっとるやん、お前いじっとるやん。じゃあまずお前いじっとるやん。明日って聞いてください。あ、聞くわ、聞くわ、聞くだけな。マスウチ君に電話して、そしたらちょうど、あ、お疲れ様ですって言ったら、うん、霧がすごいって言われた。霧がすごい、ちょうど横浜の、あー、横浜行ってるってないですか、うん、霧がすごいっていう話したら、なんかいろいろ横浜今行ってますよみたいな話で、うん、で、もう完全に黒や、霧が濃い横浜のお前まんじゅううまい、シューマイ美味しい、完全に世間話やん。世間、僕から世間話したい。横浜のお前シュウマイ美味しいよ。お前完全に世間話やろこれ。ちゃうか。そうです。あ、はい、横浜のお前中華街は半端ねえぞって話だろこれ。そうです。中華街まずいよ横浜はって。第一声が。ほんまよって。アウトやんそれ。第一声がもう霧がすごいだったんで。ほんでそれ、あ、何です、どこにおるの、こうやって。あ、そうです。横浜。そうです、中華街やばいよね。中華食べたーって、そんな肉まくったーって、中華まくったのーって、お前完全に黒やん。え？当たり前でしょ。いや僕から話してないですよ。無理やり。向こうから言っても俺今積み込み中でそのさ、その図面の話なんだけど。いやいや。でもまあある程度すぐ終わったっすよ。電話が。たまたまこいつが来た時に携帯いじっとったと。まあ、携帯いじっとったのが。電話で喋ったのどっちなんだって聞いた。携帯知ってたし、お前孤独場合によってはお前に鉄だぞ。あのお前俺の鉄落ちるぞ。携帯もいじってましたし、うん、電話もしてました。あ、両方、はい、お前完全にやるんだよ。写真でトシ君のあれをちょっと大きい3階建てのアパートのやつを見てたんですよ。あ、これ携帯でしか見えんから。あ、そうそう、写真が、うん、か写真しか積み込みはしとったの。そう、いや、してないです、できなかった。全然その後呼ばれて、うん、で外には何回か出てますけど、うん、指示したり、うん、それ以外は、うん、電話したりします。確実にあれだな、疑わしきは罰せずだな。難しい。限りなく黒いグレーってやつだわ。限りなく黒に近いけど、漆黒の黒ではないってやつ。漆黒でございません。あ、白だな、俺な。いや、本当に。お前は悪いわ。すいません。お前、鉄だわ。はい。今日のお説教部屋行き、伊藤君。社長のお説教部屋行き、伊藤でございまーす。嘘。お前、こんなことで俺動かしたの？はい。おい。もう一回調査行くな、これでな。もう一発調査行こうかな。出せよ、尻尾つかめよ、犯人の。分かりました。ああ、これバチジカに行こうぞ。面白いだろこれ携帯で。マジガチンコ3カメで、あの Wi-Fi じゃないもんね、普通の電波で飛ばしちゃうんで、離れたとこから見えるから。見えるんですよ。そうそうそう、こっちから見てる。どっかで見とったってことだ。ちょ、また仕掛けたのが微妙だもんね、全然見えとたわ。つまらんな映像で。これボツじゃねえ。すいません、手つき直したね。僕は悪いです。あ、じゃあ謝るのだったら誠意見せろや。どういう風に見せるの。金か、体か、どっちや。体です。体、よし、じゃあほっぺだせい。はい、はい、ほっぺだせい。だせい。お前、体か体かどっちだ。え、どっちがいい。体です。カメラに向かって、はい、僕の情報源は大したことありませんでした。大したことありませんでした。カンタ君を、カンタ君を疑って、本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。オッケー。イティリ4ドラ叩いとるんだもんね。なあ、まあ、YouTuber もうちょっと盛り上げていこうか。そのネタになるかな。足場のな、
犯人探し、何でもいいや、どんなことでもいいミスを見つけるのが俺らの仕事だから、もっともっとミスを見つけよう、やばい皆さん、あのちょっと、まあ、おふざけしましたけど、あの求人マッチングと外気塗装のマッチング、まあ、今、あすまの職人さんが多いんか知らんけど、外気塗装のマッチングは、もう今月中か、今、6月の半ばですけど、もう6月、もう半ばか、7月頭にかかっちゃうかもしれないですけど、そちらの方もぜひ登録、まあ、両方とも本当に無料で使えるんで、で大きくアップデートかけていったら、本当に金突っ込めるんで、求人の方もね、いいと思う、結構今、質問、知り合いからの質問来てるから、はい、うん、結構、求人の方もあのしっかり登録してやってください。お願いします。ありがとうございます。ああ、お前ファミリーチャンネル。佐々木ファミリーチャンネル。お願いします。ああ、結構面白くやっとるな。最近何撮った？そうそう、最近はもうちょっとで上がるんですけど、シューハ、長男の誕生日会みたいな。また面白そうです。お前らもう家族大丈夫？だんだん。お前もう俺見とって投げてくるもんな、いろんなこと思い出しちゃうそれ辛いことを思い出す、出しづらくなっちゃった、出しづらい、そうそうそう、楽しい、まんまじで見てるの楽しい、はい、お願いします、うん、そちらもまた見てください、はい、佐々木ファミリーのドラゴンで行くんだ、はい、佐々木ファミリーよろしくお願いします。